工学研究員山西洋子です私の研究室ではマイクロメートルという十のマイナス六乗の小さな世界で活躍する医療機器や細胞を手術するための技術やそれをもとにした針のない注射器の実現に向けた研究を行っております微細領域において機械・電気・医学・バイオ・科学等の知識を駆使して 細胞や生体組織が持つ未知なる機能の解明や細胞レベルの治癒を目指した流体デバイスを生み出すことを目標としております特に極小の世界で作るバブルの道具を作りその機能性界面を利用して新しい機能を生み出す研究を行っております注射は薬剤を体内に直接注入するため 効果が早く安定している優れた医療技術ですが、一方で患者の負担が大きく、感染症の危険性があります。それを回避するものとして期待されているのが針なし注射です。我々は気泡を用いた針なし、気泡注射器を提案しています。気泡が潰れる。現象は強い力を生み出します。針なし気泡注射はこの技術に。 薬剤がバブルにまとわりつく機能を試薬輸送に応用して実現いたしました出力を上げれば固い金属などの加工も可能でさまざまな応用技術の研究が進んでいるのです<楽>小さい頃から父が経営する精密機械工場で小さいものには価値があるというものを学んできました研究者になって 小さなメカをマイクロ流体の中で動かす技術で細胞の核を取り出す細胞手術の研究を行いました電気メスの小型化にも取り組み、その仕組みを発展させ放電で生じるマイクロバブルを利用して穴を開けることに成功いたしましたこの技術は様々な方面から着目され、新しい応用技術もたくさん生まれています 勉強は本来興味の対象があって、えそれを実現するために必要を感じて行うものです。今は機械が専門だから、機械だけやっていればいいという時代ではありません。もし自分にとって価値があると思えるものがあるなら、すぐに実行してほしいと思います。もしまだ見つかっていないなら、アンテナを広げて発見してほしいのです。そういった対象を見つけると良いのではないでしょうか。